日本経済再生本部は日本の内閣に設置された組織であり、経済再生本部の事務を担当する日本経済再生総合事務局とは内閣官房に設置されている。2012年12月26日の閣議によって設置が決定され、2020年10月16日の閣議によって廃止が決定された。また、本記事では経済再生本部の担当大臣についても、 説明する。ミクロ経済政策の司令塔機能を果たすため、内閣に設置された。平成24年12月26日閣議決定経済再生担当大臣は、日本の内閣に置かれる担当大臣の一つで、主に成長戦略に関する政策を所管する国務大臣。正式名称は、経済の再生を政府一体となって推進するため企画立案を呼び、 行政各部の所管する事務の調整担当である。経済再生本部の事務局機能を果たし、本部と経済財政諮問会議との連携を主な任務としている。事務担当の内閣官房副長官が事務局長、内閣官房副長官補が事務局長代行にそれぞれついており、職員は各府省庁から集めた約50人で構成されている。設置場所は内閣府元庁舎。 政権交代前に経済再生本部の設置に関わった経産官僚は諮問会議は財務省のコントロール下にあると見ていた。法人税減税の議論を預けたら前に進まないと考えた。諮問会議は財政、金融にも話が及ぶ。競争力の問題を考えれば諮問会議は完全ではなかったと述べており、経産省の幹部官僚たちを中心とした。 別動隊は財務省を諮問会議に閉じ込めておき、諮問会議経済再生本部並立型の方向で議論を進めようとした。ありがとうございます。